日本バレーボール協会 JVA は21日、同日にブラジルリオデジャネイロで開幕するネーションズリーグ VNL 予選ラウンド第1週の男子日本代表出場メンバー14人を発表した、海外組の首相石川祐希28、高橋愛22は第2週福岡大会からの参戦をめどに調整中、すでにパリ五輪切符を獲得済みの日本は、 第一週ブラジル大会では21日、日本時間22日に初戦となるアルゼンチン戦に臨み、その後セルビア、キューバ、イタリアと対戦する。